モータースポーツの中心地となりつつある鈴鹿サーキットで、かつては実はモトクロスのコースがあったの皆さん知ってました？実はあったんです。はい、でも残念ながらですね、そのモトクロスコースは閉鎖になってしまいましたけども、鈴鹿には皆さんにぜひとも知っていただきたい宝といえるモトクロスライダーがいます。それではここでご紹介しましょう。全日本モトクロス選手権 IA1 クラスを今年も鈴木のワークスライダーとしてチーム鈴木から走ります、小島陽平選手です。大きな拍手をお願いいたします。さあ、小島選手、こんにちは。こんにちは、モータースポーツ大使、ときめきモータースポーツ大使就任記念走行ということで、ちょっと雨が落ちてきましたけどもね、この後素晴らしいパフォーマンスを期待しています。はい、トライアルのね、デモがかなり調子高いんですけど、僕らはね、ジャンプとスピードをちょっと見せれればいいかなと思ってます。温かく見守ってください。お願いします。はい、ということで小島陽平選手、そして他にもですね、小島選手の仲間4人のライダーによってですね、これからデモ走行を行ってもらいたいと思います。ちょっと雨が落ちてきました。そして先ほどからですね、コースを横断される方が向こうの方にいらっしゃいますけども、これからコース全域を使ってパフォーマンスを行いますので、絶対に横断だけはやめてくださいね。で、子供さんの目を離さないでください。お願いいたします。事故のないようにパフォーマンスを行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では小島選手からまずはデモ走行していただきましょう。小島選手はモトクロスのレース、全日本モトクロス。さあ、ものすごいスピードできました。ものすごいスピード、リアタイヤが滑っている。うお、小島陽平すごいでしょ。あのね、皆さんモトクロスって見たことありますかね。土の上を走ります。通常はこういうアスファルトの路面、舗装された路面は一切走りません。ですからタイヤもですね、土用に作ってあるんですね。おー、ジャンプ、すごいスピードで今ジャンプに入ってきまして、そしてコントロールしています。これ実はですね、タイヤが舗装道路用じゃないですから、とっても難しいですね。ちょむっちゃ怖いんですけど、おーらー、拍手。いや、すごいです。地元出身のライダーもいます。4人のライダーたちがですね、登場してまいりました。5人によりますパフォーマンスとなります。さあ、それではみんなでジャンプ台を乗り越えてもらいましょう。拍手をお願いいたします。揃いました。ちょっと雨もですね、強くなってきましたけども、ラストジャンプへ行ってみましょう。